4月19日の、はい、ワークショップのお知らせをします。4月19日水曜日ですけれども、体の中のそして意識の中の中心軸を確立するという葉山不思議教室の1日セミナーを行います。はい、2月の20日にですね、振付家のそしてダンサーの伊藤千恵子さんがゲストに来ていただいて、非常にその自分の体を使った、まあ、面白いワークをね、していただいたので、まあ、今度は本格的に2人でコラボレーションをしてね、で自分の中の中心軸を確立する、まあ、意識と体の中心軸を確立するっていうテーマで、ワークショップを行いたいと思います。でしずちゃんもね、2月の20日、はいはい、いかがでしたか？歩き方とか面白かったですね。面白かったです。実はですね、私その日座骨神経痛がちょびっとこう出てきていまして、痛くてあんまり椅子にこう落ち着いて座ってられなかったんですけど、はいはい、立って伊藤千恵子さんと一緒にこうワークをしてたら、不思議なことにこう肩甲骨を意識したワークをやってくれて、その後からね治ったんですよ、座骨神経痛が。今もう出てないんですか？今も出てないんですよ。だからちょっとね、やっぱり痛くなってきたなって思うと、私もその肩甲骨をなんかやるっていう、はいはい、面白いワークを教えてもらいました。はい、なんで今回はですね、本当にまあ、しずちゃんが言ってくださったようにバランスが取れれば健康になるんですね。はい、まあ、病気とか痛みっていうのは情報なので、まあ、バランスがこう崩れてるぞっていう情報なので、だから、まあ、今回はですね、まあ、私の方が、まあ、主にこうエネルギーとかチャクラとか、まあ、それの仕組みだったりとか、まあ、背骨を、ね、中心にして、まあ、3本の主要なエネルギーライン、経絡があるんですけれども、そのお話をしたり、実際にこう呼吸や瞑想でそこを整えて、まあ、中心軸ですね、を整えるというワーク、そしてもう本当にそれこそこうね、体のプロである、まあ、ちいちゃんに今度はそこの肉体の方のですね、中心軸、まあ、それもエネルギーとしての中心軸をね、確立するということを教えていただきたいなというふうに思っています。はい、ね、だからぜひですね、はい、4月19日もうすぐなんですけれども、はい、ぜひ皆さんのご参加お待ちしています。はい、ありがとうございます。楽しみです。はい、失礼します。